こんにちは。こんにちは。関西競馬イトの中です。関西競馬イトの津田です。今急いでちょっとね、阪神タイガースのちょっとユニフォーム着てきたんですけど。要はそんなシャッキー何個もあって。いやいや、ちょっと調子ようなってきて、昨日背中にしました。まあまあね、押し出しで買ってました、ね。ちょっとそのあやかって、ちょっとバケロもね、これにつなげたいと思うんですけど。当てたいと思ってるね。今週から東京で5種類ですかね、G1。やるみたいですけど、そうですね。一発目は NHK マイルカップですけど、はい、ちなみに津田さん知ってます？今年の JRNG1 ってまだ一番人気勝てないですよね。確かに、まあ、ずっと入ってたし、ね、ようやく先週の天皇賞が少し固く収まったけど、ね、一番人気は勝たなかったということなんで、そうですよね。まあ、今週なんか一番人気がどれなのかぐらい、分からんぐらいの、あの混戦メンバーですけど、まあ、NHK マイルカップ荒れるイメージしかないのね。ないのね。まあ馬券にちょっと妙味ありそうですけど。確かにね。いや僕でもね、あの昨日の2時ですかね、はい、最後の1枠1頭を決めるところの抽選あったんですけど、はい、僕、まあ、担当の D をちょっと買いたかったんですけど、はい、あ外れちゃって、はいはい、ちょっと気持ちがちょっとあれで沈んじゃったんですけど、そっから組み立てるのはどうなんでしょうかなと思ったんですけど、はい、まあちょっとそれを気を取り直していろいろ調べて、はい、僕はちょっとアローリングウェイ、なるほどね、を2本目しました。はい、まあ前走5箇所使ったんですけど、はい、まあ2着分の後ろから本当にうまい形で立ち回って、まあちょっと間割るのはちょっとできなかったんですけど、はい、まあ8着だったんですけど、コンマ2でそんな負けてないんですよね。いや、確かにね。うん。で、ちょっとやっぱレース運びはすごく上手ですし、はい、まあ大箇所からのね、点線がすごく。いや、結構来るんですよ。めちゃめちゃ来るんで。大箇所とか、皐月賞とかね。そうですよね。よく G1 使ってた馬が。やっぱりそういうことですね。たまにあるんで。うん。ちょっとその流れに乗って、はい、ちょっとアリューリングウェイに期待して本命を打ちました。なるほど。はい。津田さんどうでしょう。は、大勢ディバイン。大勢ディバイン、はい。これまあ連続2着なんですけどね、うん、2走前ちょっと前が使えて外に打ち出して2着で、前回もかなり早め先頭に立ったんで、そうですね、うん、まあ、それで最後は止まって2着だったんですけど、ここに先頭も内容がいいんですよね。なるほどね。で、東京のマイルって、まあ1600ギリギリぐらいの馬ではちょっとしんどいケース多いんで、この馬初勝利は 2000m ですからね。ああ、なるほどね。スタミナもスピードの持続力もあるんで、なるほど、東京のマイル舞台はぴったりかなと思って、調子も良さそうなんで、ここにしました。僕はあと、まあ、太鼓ちょっとジャングルにしたんですけど、はい、ちょっと展開的にちょっと前目有利な展開になるんじゃないかなと僕はちょっと見てて、で、まあ、もちろんね、スピードはちょっと勝ってますし、うん、まあ、そんなにちょっと、まあ、3連勝でここに来てますからね、まあね、この勢い持って。マイル持つかなと思ったんですけど、はい、まあ、前回持ったんでね。そうなんですよね。まあ、ギリギリ持つかなって東京のマイルでも、そういう感じはしますけどね。僕もそう思いますね。まあ、ニュージーランド組もちょっとこう強いですからね、はい、結果残してるんで、まあ、ちょっとその2頭。中心に考えてますけど、うん、津野さんの対抗はどないでしょう。対抗はインダストリアにしました。インダストリア、はい。2走前、マイルの時はね、ピタリとやって綺麗な競馬できてたのに、うん、前回2000メートルになったとったん、ずっと2000メートル中1400メートルぐらい引っかかってたんで、はい、もうマイルがいいのは間違いないと思うんですよね。うん、そうですね、うん、はい。で、レーン騎ならうまく誘導してくれるかなと。うん、ただ、人気にもなりそうなんで。なんか関東は湧いてそうですからね。そうですね。あんまり妙味はないんですけど、はい、まあ、実力の評価で対抗にしました。うん、なるほどね。僕は3番手はマテンロオリオンにしたんですけれど、あ、まあまあちょっと前有利かなってもさっきも言いましたけど、まあ前でも競馬できますし、はい、まあちょっと貯めたらすごい足も持ってるので、確かにね、東京の前でなんかめちゃめちゃハマりそうなんで、うん、で、まあ実績もね、ここ入ったら十分上位に見込みますし。新山記念、内から抜け出してきたし、はい、一番枠入ったのは多分いいでしょうね。一番枠聞きましたもんね、前回結構外外回って負けてるんで。そうですね。まあ、それでもね、頭差で休み明けたんで走れてるんでね、はいはい、ちょっとやっぱ不気味な一頭はマテンロオリオンかなと思ってますね、うん、他に何か取り上げたい馬います？取り上げたい馬、はい、まあ、ダンテスビューもね、ダンテスビュー、ダンテスビュー、はいはいはい、こういう、まあ、皐月賞もそんなに大きく負けてるわけではないですし、うん、はい、さっき言ったクラシック転戦ね、こちらもまあスタミナそこそこあって、うん、なるほど、足使えるタイプの馬なので、なるほど、うん、まあ、これもちょっと怖い一頭かなと思いますね。そうですね。僕はまあ、ほんなら最後ちょっと穴で捨てるなティーヤちょっと行きたいんですよね、はい、ちょっとまあここ2戦は負けてるんですけど、はい、7着11着と、いや能力的にはね十分ここに入っても通用すると思いますし、血統的にもそうですけど、そうですね、まあ、2歳児がちょっとちゃんと重賞でね、東京2着も来てますし、うん、まあ、調子もすごくいいみたいなんで、で池添ジョッキーってこういう時ちょっと仕事もするタイプだと思うので、確かに、うん、ちょっと怖いですよね。ですよね。ちょっと不気味に映る存在かなと思ってるんですけど、
まあ何にせよちょっと最初も言いましたけど、ちょっとかなり混戦なメンバーなんでね。いやいや、印つけたくても回らなくて、ですよね、何頭もいるような状態なので、ね、まあ、どっからでも入るかなと思われるので、はい、まあまあ、ちょっとお客さんの方もね、だんだん入れるようにもなりましたし、はい、ちょっと競馬8を購入していただいて、そうですね、じっくり研究してもらって、はい、ゴールデンウィークの最終日ですか、はい、きっちり稼いでいただきたいかなと思います。じゃあ今日はこの辺で、はい、はい、ありがとうございました。